裁判員制度の中でですね、その冤罪がなくなるどころか、逆に重罰化の傾向になってしまうという危険性を先ほど指摘いただいたんですが、そこをもう少しご説明いただけますでしょうか。はい、有罪と無罪という点での間違いはもちろんそれ大変な誤判だということになるんですけども、はい、仮にその辺の事実認定は適正になされたとして、今度は刑を決めることも裁判員が関与する。でそれがまた適正な量刑を定めることに資するということになればいいんですけれども、はい、私 その今心配しているのは、うん、今までよりもずっとその重い方にその重罰化にその傾いていってしまうんじゃないかと、こういう不安を持っているんです。で、ね、これは何も国民が参加すると刑が重くなるというふうにそう言えるものではないんですね、はい、でもここそうですね、この5年、はい、10年というスパンで見たときに、日本 その世論、これはマスメディアも含めてですけども、におけるその刑罰というものについて その考え方はどん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 その重罰化の方向に傾いてきているということが言えるんじゃないですかね。それはもともとその前に日本 その治安がどんどん悪化しているんだと、こう犯罪が増えて、そして体感治安が悪化していると、こんな表現もありました。そうやって日本の社会はどんどんその危険な、犯罪の多い社会になっていってるんだということが喧伝される。でしかもそこに持ってきて国民 その意識というものもやはり正直言えばその疲弊してやっぱり疲れていると言いますかですね、そういう要素があると思うんです。でもそれも何も日本社会のね、持っているその悪徳という意味ではなくて、現在 その社会 この経済情勢、やはりさっき構造改革の話をしましたけれども、この構造改革の路線というのは端的に言えば自由競争万能主義であり、また規制緩和の推進なんですね。でそこではその裸 その競争原理が働いて、また労働法制もどんどん改悪される。例えば派遣業というものがどん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 その一般化されて認められている中で、今 その世相というものは言ってみればその社会の不安やら貧困化、あるいはそのいわゆるその格差というものが開いて、その不安をかき立てる社会、そういう中で国民の世相というものもやはり昔の状態からは一層その、まあ、疲弊したものになっている。でその中でその犯罪の増加やら治安悪化策やらの中で、国民が言ってみれば、犯罪に遭う被害になった人は自分たちの味方、これは守ってあげなきゃならない、他方でその犯罪を犯すような人は社会の敵、これは向こう側の人なんだと言って、敵と味方に分けてしまうような、そういう考え方が社会の中でどんどん蔓延していく。それをまたマスメディアはそれを広げていく。そういう中で今でももうすでにその重大なその事件が起きると、国民の意識というものはそれをいかにその処罰することが世の中のためなのだと、どうやってそれを適切に処罰をしていくのかというふうにばっかりものを考える社会になってしまっている。でそれはね、偶然じゃないんですよ。さっき私はこの制度の趣旨というものをね、その構造改革路線の中でその社会を持たせるために要求された、刑罰化なんだと申し上げたはずなんですけどもね、はい、そのこととその国民の世論がね、同じその構造改革というこの規制緩和 その嵐の中で、国民同士がいわばその敵味方のように分断させられて、処罰を求めていく。それを自分たちの問題とは考えない、犯罪者はよその人、それはもう切り捨てるんだと、一生刑務所に閉じ込めておいてくれ、あるいはどんどん死刑を宣告してくれという方にばっかりものを考えてしまう、その現象もこの新自由主義政策の結果じゃないですか。だから言ってみればこの新自由主義政策というね、構造改革の中で国民はそのように世論が持っていかれ、でそれに対する処方箋として今度は国民自身によって重罰を下させようと、ここでそのつながってしまってるんです。大変なその二重 その悲しい出来事であって、そういう意味で、今このままこの世相の下でこの制度を実施すれば、おそらく裁判員は重罰を下すのが自分のに要求されている崇高な
任務なんだと、こういう意識でもって